もおじさんゲームでーす。お願いします。あ、来たよ、ノーシントンチャンス。俺やる。ボールが中央へ向かう。わあ絶対ノーシントン、絶対やる男。さあ前回、遠藤航の、ノーシントンの活躍で、まあみんなの士気は上がったね。そうね、間違いない。あんなの見せられたらね、俺もやるぞとなるよね。ノーシントン4連発ですよ。あんなの見せられたらやるしかない。やるしかないね、はい、そんなこんなで今回はチャンピオンズリーグ、ミランは現在グループリーグ1位で、すげえ、通過を狙っています。さあ今回もゆうたくんは遠藤、はい、遠藤ノーシントンを見せてくれ。遠藤頼む。デュエルじゃないんですか。デュエルはもういい。ノーシントンバイシクルを見せてくれ頼む。嘘だ、デュエル王だぞ。さあそして今回もサプライズ選出ございます。はい、前回の岡崎はねちょっと忘れちゃってたんだよね。そうですね、誰だろうな、気になるな。翔也、おぉ、笑顔を見せてくれ翔也。, 笑ってくれ頼む。南のはサレ。同じ浮き目に。なんで。さあこれでいきましょう。モナコに行ってから散々だよ。さあ大戦がシュートを決めるのか。この夢は何なの。夢です。ノーシントンをしてしまって病院のベッドで見た夢です。これはそれが現実となるのかどうか。怖えよ。病床で伏せてたの遠藤。渡る遠藤の夢です。大丈夫。前回ノーシントを4連発したことによって、試合後、病院に運ばれました。ロッカールームで意識を失って、嘘、メディカルチェック受けてた。病院に運ばれたんです。そして、昏睡状態の中で、大然が、このチャンピオンズリーグでゴールを決める夢を見たと。じゃあもう、今回エンド出れないんじゃない。いや、出します。昏睡してたんですよね。頭はほぼバグっています。前日の記憶もございません。危ねえよ。ただただ遠藤はボールを追っかけるそういう選手になってしまいました。怖え、サイボーグじゃん。サッカーモンスターよ。コーナーキックだぞ遠藤って言われたら、ノーシントンバイシクル、ノーシントンバイシクル。怖い怖い、近づきたくねえな。つぶやきが怖いよ。もちろん痛み止めの注射は打ってます。やばい。痛覚がありません。痛みない俺って。モンスターだ。悲しいモンスターが生まれてしまったんだけど。サッカーに全てを捧げる悲しきモンスター、遠藤航をご覧ください。悲しい話になっちゃったな。スタートしました。三笘、三笘うまうま。遠藤航、渡る渡る、いいね、うめえ、渡る。さすが、さすが見せてくれる。サッカーのことしか考えてないからね。プライベートは何ぞやと。プライベートは病院のベッドだけ。そう、それだけ。きた、うおー、すげー、大事。まあまあしょうがない。大丈夫大丈夫。オフサイドラインで生まれた男やから。嘘嘘、オフサイドラインで生まれたの。生まれたよ、インザーギの後釜だから。馬の納屋で生まれたんじゃなくて、オフサイドラインから生まれたのよ。オフサイドラインで生まれた男よ。スターリングいる。今日にもグループステージのハマー、オーベー、筋肉やめろ。オバメヤン、オバメアいるのか。怖くねえよー、バレー。デュエルはこれやぞ、三笘。いいね、流れ最高。いいよ、カウンターからの三笘、いいね。理想的すぎない、この攻め。いいよいいよ。コーナー来ねえかな。ノーシントンチャンス。ノーシントンチャンスを狙ってます、うちは完全に。いつでも狙ってます。ここでボールをダッシュしました。いいね、前線に人がいるって楽しいな。相手の裏、いいね、キーパーの守備範囲です。やっぱオフェンスが始まりだな。そうですね、そうそうそう。このピエール・エムリック・オバメヤンがプレー。大ちゃん来たー、大ちゃん、また夢。病床で見た、あのちらついた夢が。現実になったぞ。いわあ、サイボーグの見た夢が。そう、サッカーモンスターが見た夢。報われるってもんよ、遠藤もこれで。そうな、頭から落ちたタイガーあるってもんよ。うわ、うまっ、うめえ、やるやん、ほい、ナイス、青ちゃん、うまい、うまい。
リカバリー、すぐリカバリー、いいよ、あうめえ、板倉様、うまいねー、やっぱ板倉いいな、いい選手だ、はい、大ちゃん、大ちゃん、大ちゃん、見て、お前のコースだ、大ちゃん、いやー、ぽいな、大ちゃん、大ちゃんぽいねー、はい、板倉素晴らしい、見てくれうまい、はい、わたるちゃん、いいね、わたるちゃん、わたちゃん、遠藤わたる、ナイスボールを前へと運びます。相手をどう切り崩していくんでしょうか。クロスが入りました。飛び込め、やっぱ渡るか、スキル見せるとダメか、飛び込まんか、飛び込んでほしいな、ちょっと渡るに一回、ね、脳震盪脳震盪見せてほしい。なんで脳震盪しないと士気が上がんねえんだこのチームそれはそれで欠陥なんだけど脳震盪で一旦見せてほしい、ミランがボールを失う、あいいねマヤちゃん、あっ、え、嘘あるそんなの、いいカッティングだったじゃん、やめてーおいゲームか、慌てんな、よし、ナイス、慌ててないよ、うわー、惜しい、オーケー、ボールを取り返しました、うめっ、おーい、うわー、うわ、いいよいいよ、いや、いいよ、の流れ、いいよいいよいいよ、得点につながってもおかしくなったですね。これは決めたい。まだある。立ち上がれ、サイボーグ。痛くない。痛くないよ。俺痛くない。痛みない。大丈夫、遅らせたよ。よし。オッケー、マイナス中、マイナス中。ジョージーニョが持ちます。オッケー、大丈夫、相手やってくる可能性あるよ、脳震盪バイシクル、させねえ、させねえよ、脳震盪なんてよ、いいやつや、脳震盪させねえってちゃんとしてるホワイト企業だこっちブラックだから脳震盪積極的に行わせます、うちは脳震盪チャンスまだかなって言ってるから、おい、まだ出てないぞ脳震盪が、あー、言われないサポーターの声が、ショータイムいますよ、あ、そっか、ショータイム入れますね、じゃ あこいつ忘れてたなさあ見せてくれ中島、ショータイムを見せてくれ、笑顔見せてくれ頼む、ねえ笑ってお前お前の笑顔が見てんだ、みんな見てよスマイルアゲイン、うん、スマイルアゲインスマイルアゲインさ、スマイルアゲイン、あの素晴らしい愛をもう一度、一ニコニコがニコニコだった頃を見てはうめえ、すごいな、うわー、ワンちゃん、おい、人いる、たくさん、伊藤純大丈夫、いいよいいよ、お前のコースなんだろ、お前のコースどこや、お前のコース嘘や、遠藤渡る、大丈夫、ごめんやられた体張ってるからバケー、うわー、頭から遠藤が見せたぞ、た時に後悔するでしょうね、うわー、まずそこそこまで、うわー、ナイス遠藤、クリーショーやー、ショータイム、何がショータイムじゃ、味方がサポートに来ます、うわー、マジナイス、あぶねー、やばー、あぶねー、ゴール翔也が全て招いたぞさあ、やばー、翔也がやられた、なんでみんな潰されたら喜ぶチームになっちゃった、うわー、クマさん、いやー、かっこよくない、落ち着いてる、久保君っぽいプレイヤーし、右で蹴ったし、素晴らしい、あのワンフェイク、マジで久保くんじゃん、翔也たちげんだよ使えねえな、いや、翔也のワン、脳震盪があったからよ、やっぱ士気が上がったもん、あの瞬間一気にちょっと上がったもん、バロメーターがグッと一気に声出たもんね、脳震盪しかできねえやろうがよ意図や、そんなんで、うわ、切り裂かれた、大丈夫、相手行かない、相手行かない、いいよ
味方のサポートガンガン受けてたからね。コーナーねえな、うちコーナーコーナーやりてえなおい。コーナーないね。コーナーやりてんだけど。でもまあ決めちゃってるからね。わかるだろなんでやりてえかは。この会社はブラックですか、もしかして。やべ、そこかーい。あっ、やばい、なんか。わあ、ジュエルだ。ジュエル様。危ねえ。いいよー。頼んだー。うわー当たらなかった。後半の45分も終盤を迎えました。ナイス。相手を大きくリードし、思うように試合を進めていけー。おーい、しっかり左で持ったよ。いいね、いい守備からのいい攻めや。これこれ、あ、来たよ、脳震盪チャンス。俺やる。俺脳震盪打つ。頼むよ。ボールが中央へ向かう。うわあ絶対脳震盪、絶対やる男。なぜなぜや、あー、むしろよし、相手をむしろ相手を潰したぞ。これはカウンターを狙えそうです。決められるか。すげえな、絶対やるやん。絶対脳震盪やるやん。いやー、大丈夫大丈夫、オーケーオーケー、いいねー。攻撃に移りたい。この終盤一番疲れてるタイミングで脳震盪、気合が違うね。ゴールに向かっています。嘘、来た。あー、堂安、俺のコース、ビゲイ、赤い。さあ決めよう。さあ決めよう。サークル一番小さくなるまで待って。見えない字が開業してくれ、頼む。翻訳か。サークルが一番小さくなるまで待ってからシュートに力を込め。この PK が決まれば相手は。おお、俺ら PK 決めれないんだよね、マジで。この動画マジ PK 決めねえ動画だから。日本代表バカにできんからね、この試合。よし、ああ、ごめん。ナイス、板倉さんのサポート。うわー、ナイス。このシュートはブロック。ああ、マジ。よーし、シュミッツ。うわー、さすが、つないだ桜木くん。つないだ、背骨壊しながらもボールつないだ桜木くん。いいぜ、これ前が空いている。いやいいね。よしよしよし、まだあるまだある。という場面でした。おい、伊藤純也。あ、ごめん、ずれた。ナイス、いいよ、向こう疲れてる。竹、あ、ごめん、また一旦 CM です。よし、続けるよ。いくよ、シュートに。おい、自分たちで自分の首を絞めてる。さっきからめっちゃ。オッケーオッケー、チアゴシューバー、ある、押せ。ダメ、チアゴシューバーいるのか。アディショナルタイムは3分と表示されました。よし、うまい、うめえ、竹久保。いいよいいよ、シュートで終わった。コース、今のは正解だろ。シュートで終わって。ショータイムどこいる、知らねえ。消えてんだよあいつ、入れなきゃよかった。チェルシーのアドバンテージを見ています。スーパーサブといつチャンス与えてるのにな。チャンス生かせません。よし、早げ。いい位置でしたがポゼッションが変わります。いいねー、いいねー圧勝じゃないか。今日もしっかり脳震盪対策が見れて満足です。ねー、脳震盪の数だけ点が入ります。すげーよ、またタンクで運ばれたんですか、この後。もちろん今試合終わりましたね。はい、サッカーモンスターはサッカーが終わった瞬間倒れます。意識が遠のいて、そのピッチに倒れます、その場で。怖え。スタッフがやってきて、覚醒と。病院に運ばれて、鎮静剤を打たれて、暴れるのでね、鎮静剤を、鎮静剤打たないと。怖い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 。サッカーが終わった後は、もう嫌だって言って暴れるので、一旦鎮静剤打って、落ち着かせて、そこから洗脳するために、怖いよ。ヘッドギアをつけて、病院に幽閉すると。普通の映画じゃん。それでは、はい、次回も目がうつろなエンドをお楽しみに。どんどんダークな方向に行ってんだけど。ヘッドギアチャンネル。